サッカーのポジションにボランチと呼ばれるものがある。舵取りという意味のこの言葉、ボランチはチームの方向性を握る重要なポジションだ。今年明治大学から加入した小林幸は、新卒としては名波浩以来の開幕戦スタメンを果たした。ポジションはボランチ、名波同様攻撃的なボランチである。目指しているところは遠いですけど、やっぱりボールをしっかりもっと動かして、そのサイドからも中央からも攻めれるサッカーっていうのをやっていってると思うんで、もっともっと追求してやっていかなきゃいけないなと。小林のプレーは決して派手ではない。いつもシンプル、いつも堅実だ。ボールを止め、ボールを運び、そしてボールを蹴る。このシンプルなプレーこそがチームの攻撃のスイッチとなる。そうですね、フォワードにいいパス出すことだったり、運動量を出していろんなところに顔を出してボールたくさん触ってボール動かすことだったりっていうことが自分の役割だと思ってるんで、ディフェンスラインからボールを受けることが、ポジショニングがうまい、サポートのポジションがうまいで、今度は出してになるときにはそのパスの精度も要求されるから、そこも、あいつの特徴だと、今監督が要求しているのは、例えば2人のボランチをジュビロが今置いているので、1人は少し守備的な人、1人は少し攻撃にアクセントをつけれるような人ということで、今の言い方で言ったらアクセントをつけれるようなことを要求していると思います。やっぱりこの前の絡み方っていうか、前線とのいいタイミングでサポートもできるし、いい臭みも入れられるし、非常に攻撃面で特に力を発揮してくれるんで。ライバル、ライバルって言ったらちょっと違いますけど、いいパートナーでもあるし。2人のボランチを擁するジュビロ、攻撃的なボランチを務めるのが小林だ。小林は常にゴールへの道筋を模索する。フォワードへスルーパスを出すのか、それともサイドから相手を崩していくのか、時には自らドリブル突破も図る。まさに超攻撃的ボランチ、それこそが小林の最大の特徴であり最高の武器である。そういう点も取れるようなミッドフィールダーになりたいと思ってるんで、そこも集中で狙っていきたいですね。小林くんは無守備で不愛想でロードツーチャンピオンロードツーチャンピオンロードツーチャンピオン楽しいことばっかりじゃないですし、サッカーは、辛いこと多いですけど、始める一歩しよう。ジュビロ TV。原発の事故がございまして、風評被害に遭っているということを耳にしました。皆さんにですね、向こうの野菜を食べていただいて、日本の復興に役立てられればと思いまして、始めさせてもらいました。単発的なものではなく、継続的にいろんなもので、サポートしていけたらなと思ってます。皆さんご協力よろしくお願いいたします。何かしなきゃいけないという気持ちが伝わってくるし、それに伴ってこういうような参加者がいっぱい集まってくるのはいいことです。アスパラも最高ですね。山本康介です。今シーズンよりデジタルマッチデーが始まりました。試合の見どころや選手のインタビューなど読み応えたっぷり。ホームゲーム前日から PC、スマートフォン、携帯でご覧いただけます。ホームゲーム前にはジュビロデジタルマッチデープログラムをチェック。見上げた雲はゆっくりと流れてく、まさに心模様流していく。
ロを目指す選手たちも裏方の方たちに支えられて、サッカーができているということを、実際に体験するということが一番の趣旨になります。サッカーやるのに関して周りに、彼ら自身もそうですけど、支えられているということはやっぱり、しっかり実感するべきだと思っていますので、いい経験をさせてもらっているなと思います。この辺の地域の子どもたちが中心ですし、いろんな面で地域に愛されるような選手であってほしいなと思いますし、はい、これで僕らが協力できるって、ジビロの一員としてこうやって協力できれば、やっぱ地域密着ということをモットーにやってるんで、これで地域の皆さんが喜んでくれればいいかなと思ってます。いや、楽しいっす。サポーターが一人でも増えてくれればいいんで、もっとお客さんに入ってもらえるようになってくれればいいと思います。やっぱ心が綺麗になると思います。ジブリオスキャプテンの望月健吾です。このような保守活動で自分たちの心も一回リセットして、ジュビロスタジアムをきれいにすることによって、これからのプレーに影響できればいいと思います。ご覧になっている皆さん、ジブリオスの応援もよろしくお願いします。今年ジュビロは決めるかキャンペーンを行います。キャンペーン第1弾はサイドバックが何点アシストを決めるかを当ててください。同選手には抽選で素敵なプレゼント、なんと僕たちがあなたに向けてクロスボールをあげます。キャンペーン第1弾の応募期間は6月21日まで、応募お待ちしてま す。ところでこのポストなんで駒さんですか？私はいないですか？作ってください。お願いします。あら